どうもこんにちは。今回はテスラが現在アメリカのテキサスに目下建設中であるギガファクトリー5において最新のセルの種類である4680セルを採用することをイーロンマスクが発表し、したがって最初に生産されるモデル Y の航続距離が現状の500キロ程度を大きく超えて700キロ近くにも達する可能性が浮上し、競合車種を寄せ付けない異次元のスペックを達成してくる可能性について徹底的に解説していきたいと思います。まず今回のギガファクトリー5に関してですが、テスラが現在アメリカのテキサスに目下建設中であるテスラ第5のバッテリー生産工場兼車両生産工場であり、現状では今年である2021年末までの生産スタートを見込んでいるのですが、このギガファクトリー5と同時進行で建設が目下進行中であるのがヨーロッパのドイツベルリンに位置するギガファクトリー4となっていて、こちらも全く同様に車両を生産するだけではなく、電気自動車においてコアテクでもあるバッテリーも生産することによってその調達コストを抑えることができ、例えば現在アメリカのネバダに位置しパナソニックと協業してバッテリーを生産しているギガファクトリー1からそのベルリンやテキサスにわざわざバッテリーを輸送する必要がなくなるのです。そして今回のテキサスに位置するギガファクトリー5とドイツベルリンに位置するギガファクトリー4については、どちらもまずは現在世界的に人気のセグメントであり、お膝元でもあるアメリカ市場ではすでにミッドサイズセダンのモデル3よりも販売台数を伸ばしているモデル Y の生産からスタートするとアナウンスしていて、やはり現在カリフォルニアのフリーモント工場と中国上海のギガファクトリー3でしか生産されていない状況ではグローバルの需要を満たすことができていないということもあり、このモデル Y の生産拡大に関しては至極当然の流れであると容易にイメージすることができるのですが、以前の動画においても解説している通り、実は今回建設中のギガファクトリーにおいて生産されるモデル Y の質は現在生産中のそれとは全く異なることになるということで、特にドイツベルリンのギガファクトリー4で生産されるモデル Y に関してはその電気自動車としての質が極めて向上する公算ともなっているのです。というのもテスラが昨年である2020年に開催したバッテリーデーという最新のバッテリー技術を発表するイベントにおいて、その新たなバッテリー開発技術によってバッテリー生産のコストを低減したり、そしてその航続距離を大幅に向上させることができたりというさらなる改善についてをプレゼンテーションしていたのですが、特に後者である新たなバッテリー技術を採用することによってその航続距離をアップさせることができるという点が多くの皆さんもイメージしやすい点であると考えられますが、大きく4種類の改善アプローチが存在し、まずはテスラに興味がある方ですと一度は聞いたことがあるかもしれない最新のバッテリーセルの種類である4680セルの採用というアプローチとなっていて、この4680セルの名称というのは直径が46ミリそして高さが80ミリのサイズのバッテリーセルであることから来ていて、バッテリーセルの大きさが大きくなればなるほどそのエネルギー量や量産コストを下げることができ、今回の4680セルに関しては現在生産されているモデル Y に採用されている2170セルよりも倍以上の太さとなるくらいの大きさですので、したがってその量産コスト、そして航続距離の向上に期待することができ、テスラはこの4680セルを採用するだけで現状よりも 16% もの航続距離の改善を見込むことができると説明しています。次にその搭載されるリチウムイオン電池についてですが、そのマイナス側つまり負極側に採用される素材である負極材の種類の変更というアプローチとなっていて、現在多くのメーカーがこの負極材にグラファイト別名黒鉛を採用しているのですが、テスラに関してはシリコンをコーティングするという方法を取り、このシリコンという素材は現状の主流であるグラファイトと比較してもより多くのエネルギー密度を達成することが可能であり、したがってこの負極材の種類を変更することによって現状よりも 20% もの航続距離の改善を期待することができたり、 5% ものコスト削減に貢献することもできるのです。次にそのマイナス側であった負極側ではなくプラス側である正極側の素材の変更というアプローチとなっていて、こちらの正極材の種類に関しては一種類の素材に限定するのではなく、様々な種類の素材をその車種ごとに使い分けるという方法であり、特に私自身も所有しているモデル3のエントリーグレードであるスタンダードレンジプラスに採用されているバッテリーの種類がリン酸鉄リチウム別名 LFP と呼ばれる正極材の種類であり、この LFP に関しては鉄という世界中どこでも手に入る素材を採用していることによってその製造コストが低いというメリットがあるものの、そのエネルギー密度つまり航続距離が短くなりやすいというデメリットも存在するのですが、逆にそのエネルギー密度を極限まで高めなければならない例えばピックアップトラックであるサイバートラックや配送トラックであるセミなどに関してはハイニッケルと名付けられた文字通りニッケルの割合を高めた正極材の種類となっていて、このニッケルというのはエネルギー密度を高めることができる素材ではあるのですが、例えば現在レアメタルとしてその
その安定供給という側面で懸念されているコバルトよりかはマシであるものの、やはり希少物質であることには変わりませんので、いずれにしてもこのように正極材の種類に関してはどれも一長一短である。裏を返せばその車種にマッチする正極材の種類を使い分けることによって、そのニーズに合った前期自動車としての質、そしてそのコスト等をうまくバランスを取ることができるということなのです。そしてこちらの正極材を適材適所に使い分けるというアプローチによって、現状よりも 4% ほどの航続距離を改善し、 12% ほどのコスト削減を見込むことができるとも説明されています。そして最後に、そのような正負極材の種類を変更したバッテリーの搭載方法を刷新するというアプローチに関してですが、そもそも現在の電気自動車の一般的なバッテリーの搭載方法というのは、いわゆる単三電池のようなバッテリーセルという最小単位が存在し、そのバッテリーセルをいくつも組み合わせることでモジュールという単位を構成し、さらにそのモジュールをいくつか組み合わせることによって最終的なバッテリーパックという単位を構成して、そのバッテリーパックを電気自動車の車両底面に搭載しているのですが、例えば私の所有している現在上海工場で生産されているモデル3スタンダードレンジプラスに関しては、その中間の単位だったモジュールという単位を採用しないで、最小単位であるバッテリーセルを直接バッテリーパックに詰め込むというセルトゥーパックという搭載方法を採用し、そのモジュールという単位を配することによって、その分だけより多くのバッテリーセルを詰め込むことができる、故により長い航続距離を達成することができているのです。そして今回テスラが新たに開発してきたのが、その最終単位でもあったバッテリーパックすらも撤廃して、バッテリーセルを直接シャシーに埋め込むというストラクチュアルバッテリーパック、日本語で言うなればシャシー一体型バッテリーパックという搭載方法となっていて、こちらは飛行機の燃料タンクから着想を得たと説明されていて、このように当時の飛行機では燃料タンクと機体のボディの間に空間が生じてしまい、その分だけ燃料を詰め込むことができていなかったのですが、現代の飛行機に関してはボディ一体型として燃料タンクを構成していますので、その搭載燃料を最大化することができ、したがってテスラに関してもそのバッテリーパックという単位を廃止することによって、その分だけより多くのバッテリーセルを詰め込むことができる、故に先ほどのセルトゥーパックよりもさらに長い航続距離を達成することができるのです。そしてこのシャシー一体型バッテリーパックの採用によって、現状と比較して 14% もの航続距離の向上を見込むことができたり、 7% ものコスト削減も見込むことができるとアナウンスしています。よってここまで説明してきたバッテリーセルの種類を最新の4680セルに変更し、そのバッテリーセルの負極材の種類をシリコンコーティングに変更し、正極材の種類もそのセグメントによって適材適所に使い分け、さらにストラクチュアルバッテリーパックと呼ばれる、いわゆるシャシー一体型バッテリーパックという新たなバッテリー搭載方法の採用という4つのアプローチを全て採用した場合、最も気になるその航続距離に関しては、現状と比較してなんと衝撃の 54% も改善することができる計算となる。つまり現行のテスラの車両の航続距離が500キロの場合、なんとその航続距離が770キロ程度にまで向上するということになるのです。そしてここまで解説した前提条件をもとに、冒頭説明したドイツベルリンのギガファクトリー4で生産されるモデル Y については、この最新のバッテリー技術のうち4680セルとシャシー一体型バッテリーパックの2つを採用するとイーロンマスクがツイートしていますので、つまりその2つの新技術の採用によって合計して現状よりも 30% もの航続距離を達成することができるという計算となり、現状発売されているモデル Y ロングレンジの航続距離が高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルにおいて525キロですので、つまりドイツベルリンのギガファクトリー4で生産されるモデル Y の航続距離は最も信用に値する EPA サイクルにおいても最大で682キロ程度にも達するのではないかという推測が成り立つのです。そしてこの直近においてさらに明らかになってきていることというのが、そのギガファクトリー4と同時並行で建設しているテキサスのギガファクトリー5において生産されるモデル Y に関しても、現行の2170セルではなく4680セルを採用するとイーロンマスクがアナウンスしてきたということで、つまりテキサスで生産されるモデル Y についても全く同様に、その満充電値の航続距離が EPA サイクルにおいてでも700キロ近くを達成してきてしまうのではないかということなのです。ただしこの4680セルに関しては、既に2021年第一四半期の決算発表でも説明されている通り、その大量生産にはまだまだ時間がかかってしまうと説明され、少なくとも12ヶ月、うまくいっても18ヶ月程度の時間を要する。つまりどんなに早くてもその量産体制を構築するためには1年以上もの歳月を
費やしてしまうということであり、したがってイーロン・マスクがアナウンスしている通り、ギガファクトリー4とギガファクトリー5のどちらにおいても、その初めて生産され46800を採用する予定のモデル Y は、当面の間はその生産台数が大幅に制限される公算が高いということになると推測できるということなのです。さらにそもそも論として46800を採用したモデル Y と、現在カリフォルニアのフリーモンド工場で生産されている現行型の21700を採用したモデル Y とで、これほどまでに電気自動車としてのスペックが変わってくれば、ほとんどのユーザーはフリーモンド製のモデル Y の購入を控え、なんとかしてテキサス製のモデル Y を購入しようとして買い控えなどの混乱が発生する可能性が高いですので、つまり現状2021年末までの生産スタートを表明しているテキサス製のモデル Y に関しては、その値段設定をかなり高めに設定してくる可能性があり、個人的にはおそらくパフォーマンスグレードのみにこの46800を採用したグレードを設定してくるのか、もしくは間もなくその納車がスタートするフラッグシップセダンであるモデル S の最上級グレードであるプラットプラスのように、パフォーマンスグレードのさらに上を行く最上級グレードを追加設定してくるのか、こちらは現時点では推測の域を出ませんので、今後の公式のアナウンスを待ちたいとは思います。いずれにしてもこのように、現在目下建設中であるギガファクトリーから生産されるミッドサイズ SUV であるモデル Y に関しては、どちらも最新の46800など最新のバッテリー技術を最初から採用し、それによってその航続距離が最大 30% 程度もアップする公算であり、おそらくその航続距離は600キロ大きく超え700キロ近い距離を達成してくることが予想でき、仮にこれが事実だった場合、現在ミッドサイズ電気自動車 SUV として競合車種と目されているフォードのマスタング・マックイやフォルクスワーゲンの ID4、 さらには我々日本勢である日産アリアやトヨタの BZ4X では完全に太刀打ちできなくなるほどのスペックを達成してくる公算ともなりそうなのです。したがってとにかくその最新のバッテリーセルである46800の本格量産が始まる前までに、早く競合メーカーは自社の電気自動車 SUV の販売を促進し、販売の機械ロスを最小限にしながら、それと同時にやはりテスラがバッテリーデーにおいて発表してきたように、少なくとも自社内でバッテリーの研究開発を加速させ、そしてそのバッテリーを自社内で生産できる体制を構築していかなければ、今回主に解説したような電気自動車としての質だけではなく、その価格競争力という観点においてもテスラに全く歯が立たなくなってしまうことは火を見るよりも明らかなのではないでしょうか。ちなみに今回の解説を聞いてお分かりかとは思いますが、そのモデル Y の 30% もの航続距離アップの可能性というのはテスラのバッテリー技術革新のほんの序章に過ぎないということであり、その航続距離はさらにアップし、最大で 54%、 つまり現状の 1.5 倍以上に高まる公算であり、しかもその上46800の採用によってさらなる充電スピードの短縮、さらにそのバッテリーのコストに関しても最大で 56% も抑制することができますので、これらが全て揃った暁には EPS サイクルにおける航続距離が800キロ、しかもその値段設定が$30,000台、日本市場においてでも400万円強程度、補助金などを適用してしまえば300万円台の将来的に完全自動運転に対応可能で、常にワイヤレスアップデートによって機能をアップデートすることができるミッドサイズ電気自動車 SUV を購入できてしまう世界線が割と現実に存在してしまう、この驚愕の未来を想像するだけで夜も眠れないのは私だけでしょうか。いってらっしゃい。